はい、どうも、ゆうたです。今回はですね、まず、もちずさんの、今ね、なんか開発中なのかなの、今、試作品で出来上がってきたギアオイル、ミッション、オイルの添加剤ですね、をちょっとね、まだ未公表のものなんですけど、ちょっと許可をいただいて、ちょっとテストじゃないですけど、試作品を、入れさせてもらいましたんで、そちらのね、レビューをしたいと思います。で、まあ、その入れることになった経緯についてなんですけど、自分のダブルアレックスが、ドラシャのグリスが飛び散っちゃってて、なんかね、熱でね、結構緩くなっちゃって、シャバシャバになっちゃうみたいなんですよね。純正のやつかな。で、それも、モティズさんのものにして、交換したんですけど、まあ、オーバーホールっていうか、分解して、綺麗にしてね。で、それを山郷さんにやってもらって、で、ちょうど、山郷さんのとこに、お店に行ってた時に、モティズのオイルとかね、いろいろ、来たみたいで、山郷さんが頼んでたやつがね。で、もしよかったら、入れますかっていう感じで山郷さんに、提供いただいて、ちょっとね、テストすることになったんで、はい。そういう感じでね、入れる経緯になりました。で、その時に、モティズさんに電話して、まあ、公開しちゃっていいですよ、みたいな感じでね、言われたんで、先取りでね、ちょっと公開したいと思います。はい。で、まあまだその、なんていうんですかね、まだちゃんと正式に出てないんで、ちょっと僕も、そんな詳しいことも知らないんで、もう普通にただただレビューするっていう感じです。ちょっと本当詳しいことはわかんないんで、俺も下手なことは言えないんで、ちょっとわかんないです。はい。っていう感じで、ちょっとね、走行動画、ちょっと走ってみてっていうレビューをちょっとしたいと思いますんで、はい。これから魔法の魔剤を入れていきます。ラブ注入で。聞かなかったらごめんね。楽しみです。美味しそうなスイーツ見たくなりました。いい感じにクリーミーになってきました。これでギアなりがなくなればいいな。はい、そんじゃね、ちょっとね、いつもサーキットの動画見たことある人は分かると思うんですけど、3速全開というか結構高回転で回してって4に入れるとすっごいガリってガコって言うんですよ。で、それがね、治ってるかどうかと、まあ街乗りでもちょっと結構渋かったことがある、結構渋かったんで、それもね、ちょっとどんな感じかちょっとレビューしたいと思います。でね、もうね、もうすでに街並みからわかるこのヌメヌメスコスコ感、なんかもうミッションの状態が絶好調だった時みたいに、こうヌメッとスコッとこうギアが入ってく感じのフィーリングが完全に戻ってます。めちゃくちゃ素晴らしい。もうね、ニヤニヤが止まらない。これは僕、添加剤って他にも2種類ぐらい試したことあるんですけど、全く変わんなかったんで、やっぱ添加剤ってダメなんだろうなと思ってたんですけど、今回ね、モティーズさんすごい。マジですごい。モ
添加剤なんて最初山郷さんにちょっと試してみるって言われて、あ、変わんのかなと思って、ちょっとどうなんだろうと思ったんですけど、じゃあちょっと入れてみ、ちょっと入れてもらえるんだったらちょっと入れてもらいたいですって言って、そしたらね、この変わりようよ、すごい、マジで1から2とかも結構ガリリやすいんですけど、全然なくて、あとはその3から4の必ず言うんで、ガリってもうガコって言うんで、それがなくなったらね、マジで相当気持ちいいよ、本当に。あとはまあその運転の仕方によってもガリルガリンないってあると思うんですけど、皆さんシフトチェンジするときってどういうそのなんだろう感覚でやってんのかな、何も考えずこうやってやってんのかな。ミッションってこう力が加速するとやっぱこうギアが噛み合ってギャーってなる、力がね噛み合うんですけど、アクセルを抜くとそれがこう柔らぐじゃないですか。そういう瞬間にギアを抜いてあげたりだとか、そういうなんだろう、そういう考えでやってる人っています。これがあのノンクラッチ、クラッチを踏まずにあのシフトチェンジするときと同じ原理で、そういうタイミングでやってあげるとクラッチ踏まなくてもスッとシフト抜けるんですよ。そういうのを分かってやってる人とかもいるのかなっていう、そういう些細な気遣いでもなんか負担って減るのかなとかって思ったりもしますね。マジでガリだなよ。